被写会深度。被写界深度とは、写真の焦点が合っているように見える、被写体側の距離の範囲のこと。写真用レンズにおいては、ある一つの設定で厳密な意味で、ピントが合っている場所は、一つの平面上にしかないが、一定の許容量を認めることで、その前後にも、十分にはっきりと像を結んでいると言える範囲がある。その範囲のことを、被写界深度と呼んでいる。 右の二つの写真を比較してみた場合、上の写真では近くのバラにも遠くの洋館にも焦点が合っているように見え、焦点が合っている範囲が手前から奥へと広い。このような状態を被写界深度が深いまたはパンフォーカスという。一方、下の写真では花のしべの部分にしか焦点が合っておらず、花びらでさえ奥側と手前側はぼけている。 焦点が合っている範囲が狭いのである。このような状態を被写界深度が浅いという。同じ内容を指して被写体深度という表記が用いられることがあるが、これは誤用である。また、焦点深度は別の概念で、結像面、例えばフィルム面側における範囲のことである。被写界深度は英語でデプスオブフィールドといい、略称はデュフである。 理想的な写真レンズにおいてピントが合っているということは被写体の位置に天候源があると想定したときその天候源から放たれた光がフィルム面ないしは殺像素子表面においてもただ一点のみ収束するということであるそのような状態は実現できないのであるが実用上は仮想的な天候源からの光が結造面上で最も強く収束するような条件を持って ピントが合っていると考える。理想的にピントが合っている状態でも、実際のレンズでは初周差等のため、結像面上での像はぼやけ、絞りの形状が円形であるならば、天光源からの光が、結像面上では、あ円形の範囲に広がる。このように、実際にはピントが合っていてもいなくても、天光源からの光が、結像面上で結ぶ像は、円形となり、 この円のことをサクラン円と呼ぶ。サクラン円の大きさは、レンズの焦点距離と絞り値に依存し、被写体の位置がピントが合っている場所から離れれば離れるほど大きくなる。サクラン円の大きさが、フィルムに塗布された入剤中の観光性物質の粒子の大きさや、撮像素子の画素ピッチよりも小さかったならば、ピントが厳密に合っているのかどうかを撮影された画像から区別することは、 不可能である。また、撮影された画像を鑑賞する際に、桜園の大きさが人間の目で見て点と区別がつかないほどに小さければ、その位置でもピントが合っているとみなして構わない。そのような最大の大きさを持つ桜園のことを特に許容桜園と呼び、フィルムや撮像素子のサイズなどによって異なってくる。以下に様々なフィルムフォーマットにおける許容桜園の大きさについて、 典型的に使用される大きさを例示する。ただし、これらはあくまでも典型的な数値であり、大きく引き伸ばすときはこれより小さな数値が要求されるし、用途によってはもっと大きな数値で十分な場合もある。一般に、被写界深度はレンズの焦点距離、絞り、許容さ乱ら炎の大きさに依存する。具体的には次のように計算される。はじめに、 その距離の被写体にピントを合わせた時無限円が、被写界深度の高端ギリギリに入るような距離、これを過焦点距離と呼ぶを計算する。過焦点距離を、H、レンズの焦点距離を、F、レンズの絞り値を、N、許容さクラ乱円の直径を、C とすると、その関係は以下の通りとなる。以降の計算を単純にするための近似値。正確には、フォーミューラ1。 次に、任意の距離の被写体に焦点を合わせた時の被写界深度の前端と後端をそれぞれ計算する。被写体の距離を S、被写界深度の全体後端をそれぞれ D、D とすると以下の通りとなる。蒸気の式から以下のことがわかる。この性質を利用して、トイカメラやレンズ付きフィルムなどの多くは、ピント合わせのための機構を省略した。 パンフォーカスの設定で使用することが多い。しかしながら、絞り値をあまり大きくすることにも問題がある。ある程度以上絞り込んだ場合、絞りによる光の解説現象によっていわゆる小絞りボケと呼ばれる現象が発生する。許容作乱円の大きさが小さい、小サイズフォーマットほどこの傾向は、顕著となり、デジタルカメラなどで問題とされるケースがある。また、 被写界深度はフィルムフォーマットの影響も受ける。同じ画角で撮影しようとしたとき、焦点距離はフィルムや撮像素子のサイズに比例し、許容作乱円の直径も、また大雑把にはフィルムのサズに比例する。前者はフィルムのサイズが小さいほど被写界深度が深くなる影響を及ぼし、後者は逆にフィルムのサイズが小さいほど被写界深度が浅くなる影響を及ぼす。 前者の影響は、後者の影響よりも大きいため、同じ画角、距離、絞り値で撮影した時の被写界深度は、フィルムサイズが小さいほど、深くなることになる。詳しくは、下記外部リンク参照。デジタルカメラは、既存の35ミリフィルムでの画面サイズよりも、小さな撮像素子を使っていることが多い、フルサイズ機を除くので、被写界深度が深くなり、 ボケを生かした撮影などには風向きであると言われているが、一方、パンフォーカスの撮影や奥行きのある、被写体のマクロ撮影には向いている、近接撮影では、被写界深度が浅くなりやすい。冒頭のバラと洋館の写真は、パンフォーカスと言われる写真である。被写界深度が深く、近景から円景まで全てピントがあって見える。遠くのものも、 近くのものもはっきり映ってほしいという願望は平均的なカメラ利用者にとってごく自然なものと言えよう。例えば観光地に行って背景と手前の人物の両方にピントが合っていなければ記念写真としては失格である。そのためこういう場合は被写界深度を深くし手前から円形までピントを合わせパンフォーカス状態で撮るのが適切である。できるだけ 広角レンズを用い、絞りを絞り込んで、F 値を大きくする撮影するのが基本である。ただ、絞り込むと、どうしてもシャッター速度が遅くなり、暗いところでは、ブレの原因になる。ある程度を、感度を上げて、シャッター速度を短縮することも一つの工夫である。また、絞りすぎると、光の解説現象のため、小絞りボケが生じるので注意が必要である。携帯電話のカメラ。 コンパクトカメラやレンズ付きフィルムはパンフォーカスに適合して設計されることが多い。パンフォーカスは風景写真などによく利用される。また、スナップ写真に用いるとピント合わせの時間が省略でき、シャッターチャンスをつかみやすい。逆に、被写回深度を浅くして主役のみにピントを当て、背景や前景をぼかす写真表現もある。これをボケ表現という。 ポートレート、特に女性などではこの方法が多用される。望遠レンズを用い、絞りを開き、背景をぼかし、人物を浮かび上がらせるという手法である。花などの写真にも取り入れられている。これは、日本発祥の方法で、2000年頃から諸外国でも、ボケイ、ボケという言葉が使われ、斬新な表現手法として注目されている。 視力の弱い人が物を凝視するとき目を細めるのは絞り込んで被写界深度を深く取りピントを合わせやすくしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。